リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。今日はこちらのご紹介です。エボルドライバーとエボルトリガー、そしてエボルフルボトルの、計1,2,3,4,5,6、6点のご紹介です。イエーイ。ということで、今日はリントの宝ということで、こちらご紹介していきます。はい。こちらの方のアイテムなんですけれども、仮面ライダービルドに登場したエボル。仮面ライダーエボルことエボルト、およびイスルギ総一ですね。まあ、スタークとでも言いましょうか。が、使用していたアイテムでございます。仮面ライダーエボルに変身するためにね、使っていたものです。はい。で、こちらがエボルフルボトルのコブラ。これは基本形態ですね。コブラとライダーシステム。そして、途中で奪い取って、変身するようになったラビットエボルフルボトルとドラゴンエボルフルボトルです。はい。で、ドラゴンのゴールド版もね、実はあるんですけれども、それはちょっと弟のね、私物になるので弟の方に置いたままになりますけれども、はい。という形で変身しておりました。はい。もうね、まあエボルで検索するだけの出てきちゃうんであれなんですけど、もうボスなんですけど、いやーもう嫌なボスでしたよ。で、そしてそのボスが最終フォームに変身するために使ったのがこちら、こちらが、エボルトリガーですね。いやーこれが悪いことブラックホールを発生させたりして、もう何でもかんでも星のあらゆるものをね吸収してっていう最強の道具でしたね。そして変身するために使ったエボルドライバーです。はい。では早速変身していきましょう。エボルドライバー。はい。じゃあ基本フォームから変身していきますか。で、これはねフルボトルとは言えないので触れないんですけど、ここを振るとカシャカシャは言います。じゃあ変身していきましょう。コブラ、ライダーシステム、コブラ、エボリューション。Are you ready? コブラ、コブラ、エボリューション、コブラ。はい、こんな感じです。もう不気味なんだよな、音声がふわふわはっはっはって。で、エボルに変身しているキャラクターの声と同じなのね。キャラクターの音声がこの声を当ててるのと一緒で、本人が自分のベルトの音声喋ってるのが超面白い。じゃあ次はドラゴン刺していきますか。たまに反応がね、良くないんだよね。そう。これね、たまにエラー品なわけじゃないんだけど、なんか音声がうまくいかない。エボリューション。これがエボルドラゴンですね。ではここにラビットを刺しましょう。ラビット、ライダーシステム、エボリューション。Are you ready? ラビット、ラビット、エボルラビット。はい。これで、エボルラビットですね。ドラゴン、コブラ、あ、じゃあ、ドラゴン、ラビット、コブラって感じですね。では、最後は、トリガーを刺しましょうか。エ
トリガーですね、エボルトリガー。レボリューションになりましたね。では必殺技。はい、という感じですね。で、もう一回やってもこんな感じかな。はい、本当にね、最強の敵って感じのライダーが使っていたものになります。はい、本日はね、こちらのエボルドライバーとエボルフルボトル、そしてエボルトリガーの方のご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。